どうもこんにちは、ピアノ調律の関克美です。私はここにおります。どうも皆さんこんにちは。ですね、アップライトピアノのペダルを磨いていてですね、ちょっと1本やってみたんですが、異常に時間がかかるということで、ちょっと2本目以降をまたちょっとやり方を変えながら動画に撮っていきたいと思います。どうするかっていうと、はい、というわけで今ここお手洗いに来てるんですが、汚い洗面台をお見せして恥ずかしい感じになりますが、どうするかと言いますと、これですね、サンポールかけます。2倍にした方がいいかな。スタンドとかがないんで、できたら素手で触りたくないんですよね。今思いついたんですけど、このサンポールをかけるのとかけないのとではどのくらいその磨きやすさが変わるのかっていうのを比べてみたいと思います。でこっちに水道があるので、この水道でとりあえずサンポールを洗い流して、匂いがね残っちゃうんでね、本当あんまりやりたくないんですよね、サンポール。水はやっぱりピアノに、ね、水は使いたくないですしね。ということで、まあでもこんな風にやってみたいと思います。この辺はね簡単に落ちるんで、サンポールがかかってなくても大丈夫です。さて、じゃあまた外に出て比べてみましょう。というわけでまた外に持ってきてですね、これが一回サンポールなしで気合で磨いたペダルですね。そしてこれがサンポールかけてないペダル、これがサンポールをかけたペダルというわけで、じゃあ磨いていきましょう。あ、電源か。スイッチオン。時計の研磨剤をつけて、とりあえずど真ん中、今5秒ぐらいワンポイントやって、こんな感じです。なかなか落ちないんですけど、ちょっと2倍にしようか。研磨剤つけすぎちゃった。あっさり綺麗になった。今ちょっと思いつきで、サンポール以外にもタバスコも効くということで、ちょっと隣の
飲食店さんにお願いしてタバスコをかけていただきました。で、かけていただいてどうなるのかっていうのを見てみたいと思うんですけども、3ボールほどではないかもしれないですね。ちょっと一回水で流していきます。はい、水で流してきました。こんな感じですね。まあ、多少の効果はあると思いますけれども、まあ、3ボールがこのくらい落ちたって思うと、やっぱり効果の違いはあるかなという気がしますね。というわけで、もうこっちのペダルの方もちょっともう一回じゃあ磨いてみたいと思います。時間がかかるのかな。というわけで、とりあえずこっちを磨いてみまして、目と比較してみますと、やっぱり3ポール使った方が綺麗に落ちるそうですね。で、ちょっと今度このまま、こっちの方も3ポールかけていきたいと思います。はい、というわけで流してきました。他の2本と比べると今こんな感じになってますね。磨いていきます。中継して、まあ、いや、そんなくらいのことで取り付けます。修理工房の中に戻ってきまして、この箱板というパーツにですね、この磨いたペダルを取り付けていきます。Thank you.
向けで。ペダルがつきました。なんか変な角度から見てるような感じですよね。普通上から下に見るものなのに、なんかおかしいですよね、この角度。普段ピアノを分解しない人にしてみたら。あ、でもつけるとこんな感じなので、また写真とか別の動画か、もしくはブログの写真の方にアップしたいと思いますので、そちらもご覧いただければと思います。というわけで、はい、ペダルと一緒に最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。